じゃあ反っててみ、前下げられる、だから変なパドル、だから反って漕ぐ必要ある？ないです、顎はずっと今つけたままつくぐらいで、はい、でもう少し肘が高くなれば肩甲骨側で漕げるから、はい、で腰が左右に入れるか、こっちで、これ漕ぎやすくない？めっちゃ軽い、めっちゃ軽い、いいじゃん取ったら分かります、でそのままもっと後ろまで漕いだら反対の手は、はい、自然と出ますね、うん、だから肘が前に出てくれば、はい、いいってことですね、手じゃなくて、うん、肘さえ前に出てきたら反って漕ぐ必要ある？ないです、顎はずっと